とも昨日はお疲れ様。みーちゃんこそお片付けご苦労様。結構大変だっただろう、後片付けって。そうだね、3時くらいまでかかったかな。それから家に帰ってお風呂に入って寝たの4時半。よ、4時半？ほとんど寝てないってことだろ。俺なら自主休校だって顔してるよ。はう。ケイちゃんは分かりやすいからね。あら、圭一さん、教室に入るなり爆中のヒロとは、さすがエンターテイナーでございますわね。今日はなかなか凶悪な罠でしたが、まだまだなのです。どうしたの、圭一君？ひょっとして頭ぶつけたのかな。この俺の受け身はバッチリだぜ。なんならもう一回やってもいいぞ。別にいいよそんなの。はーい、先生が来られたよ。みんな席について。皆さん、おはようございます。昨日はお祭りでしたね。最後まで後片付けに参加した人たちは本当にお疲れ様でした。さて、ここ数日はお祭りの取材で遠くからテレビや雑誌の取材の方が見えたりします。皆さんが取材を受けることがあるかもしれませんが、曖昧なことやいい加減なことは言わないように。いいですね。
何ぼんやりしてるの、ケイちゃん。そろそろ部活始めるよ。圭一、何をニヤニヤしているのですか？きっと皆さん寝不足なので、今日は勝つチャンスだと思っているのでございますわ。あ、圭一、顔の色が変わりましたのです。あら圭一さん、図星だったみたいですわね。あはははははは、圭一くん、図星だったのかな、かな。圭ちゃん、うちの部はそんなにやわでも甘くもないよ。ゲームを発表するよ。今日のゲームは本格派推理ゲーム。説明書も英語ですけど、ルールはそんなに難しくないのです。私はこのゲーム苦手ではございませんことよ。ま、負けないからね。ルールはね、事件の犯人と凶器、あと犯行現場の3つを当てられた人が勝ち。つまりね、これらのカードが1枚ずつ抜かれるの。それが正解のカード。それで残ったカードはシャッフルしてみんなで等分するのです。お互いに手持ちのカードを質問し合って、抜かれた正解のカードが何かを当てるのですよ。それで答えが分かったら挙手。ゲームを終了して答えが正しいかを確認。正解でしたら勝ちで1ポイント、外れでしたらマイナス1ポイント。正解してもしなくてもゲーム終了だから、カードを集めて仕切り直しなのでございます。よろしいかしら、ケイツさん。やってみればわかるのです。このゲームはとても頭を使いますのですよ。メモを取りながらじゃないと混乱するよ。ついてこられるかな。で、今回の罰ゲームはなんだ、ミオ。そうだね、昨日の疲れも多少あるだろうからさ、今日はソフトに使いっ走りの刑はどう。みんなからお使いを頼まれて、それを買いに走るってわけ。つまりジュースとかお菓子とかを買いに行かされるんだね。でも今日の罰ゲームはなんだか優しすぎる気がいたしますわ。圭一はそうは思っていないようなのです。始めるよ。
さて、一番手は昨夜一番頑張ったリカちゃんから。ありがとうナノです。み、それでは、サトコ、オノ、中庭。あ、俺持ってるぞ。レナもあるよ。私もだ。あら、完全な投資ですわね。それでは私は圭一ナイフ屋根裏部屋でございますわ。私の番だよ。遅いですわ圭一さん。置いてきぼりにしてしまいましたよ。ちょ、黙っててくれ。準備いいかな。レナ、ツルハシ、河川敷。リカちゃん、凶器は鉄アレイで、犯行現場は体育館の裏。どう？正解なのです。うわー、あともう少しだったですのに。鉄アレイか毒物かピストルか決め手がなかったのでございます。鉄アレイは重いのです。僕は毒物でじわりじわりがいいのです。圭一、怯えた目で僕を見ないでほしいのです。みー、さんはすぐに香り出るから分かりやすいのでございますわ。おやおや、二人とも。なんかヤバヤバって顔だね。二人仲良くビリになってみる？圭一はこのゲームが苦手そうなのです。そんなことはない。次で名探偵前原の実力を見せてやる。あら、おっしゃいましたわね。それでは徹底的に遠慮なく叩きのめして差し上げますわ。さあとこ、また食らいたいか。よしなのです。圭一、自信がないからと腕力に訴えるのはずるいのですよ。へい。
ああ、ごめん。ちょっとお手洗い。ポイントマイナス6だよ。どうしてそんなこと聞くの？このままだと俺たち二人のどちらかがビリだ。じゃあレナが罰ゲームなのかな。このおいおい、そう簡単に諦めるなよ。勝ちに行こうぜ、勝ちに。どうやって？そんなのいいのかな、この。思い出せ、レナ。快速第2条。勝つためには、あらゆる努力を惜しまない。そうだね。これなら今日は勝てそうだよ。勝てそうじゃない。勝つんだ。ケイチ君、顔がちょっと怖い。よし、ゲーム再開だよ。園崎さん、ちょっといいですか？何ですか、先生？ごめん、みんな、ちょっとタイムね。
園崎さんにお客さんがいらしてますよ。昇降口へ行ってください。お客さん、私にですか？そうです。早く行ってらっしゃい。わかりました。ってことでさ、おじさんちょっと行ってくるから。みーちゃんにお客さんって誰かな？このミュウさんはとてもお顔が広いですから、時々誰かが訪ねてらっしゃいましたよ。そうです、ミーは顔が広いのですよ。そっか、仕方ないよな。ミュウさん、なかなか帰っていらっしゃらないですわね。僕たちは手持ちブタさんなのです。ブーブー。手持ちブタさん、ふぅふぅ、子ブタのリカちゃんかわいいよ。お持ち帰り。まだゲーム中だぞ。どんなに可愛くてもゲームが終わるまではダメ。でもでもちょっとくらいならダメかな、かな。終わってからにしなさい。しょうがない、ゲーム再開しようぜ。何を笑っているでございますか、圭一さん。非常に気持ちが悪いのですよ、みー。いや、このメンツで実際に犯罪やってることを想像したらさ意味はわかりませんが、なぜだか非常に不愉快でございますわ。さとこ、乗ってはいけないのです。おそらく圭一のミスリードなのですよ。それでは現在2位の僕から行きますのです。ではレナ、ピストル、屋根裏部屋。あ、俺持ってるぞ。レナもあるよ。私も持ってましたよ。そうですか。では投資なのですね。今度は俺だな。じゃあリカ、灰皿、ラウンジ。私は持ってましたよ。僕もなのです。レナはないよ。うっしゃー、犯人確定。え、もうでございますか、ケイチ。
早すぎる男は嫌われるのです。犯人はミオン、凶器は斧で、犯行現場は図書室。どうだ。ケイチ君正解。ふぬー、まさかミオンさんとは。斧なんかダメなのです。やっぱり毒物でじわりじわりがいいのです。そういうことでございますか、お二人とも。そうなれば僕たちにも考えがあるのです。いや、なんでもないよ。代わりに買い物行ってもらう予定だったのに。わあ、いっぱい書いてあるね。豆腐2丁、シャンプーとリンス、みりんに油揚げ。なんだこれ。頼まれたお使いだろう。お使いさせるためにこのゲームを始めたのか、お前は。はい、みーちゃん、これベナのお買い物だからよろしくね。お買い物リスト作っておりましたのに。残念なのです。みー